チャレンジですね。新しいものを作っていったりチャレンジしていくのがすごく自分にとってプラスになっていくもので、一人でチャレンジしていくんじゃなくて、まあ、周りにいる人たちと一緒にチャレンジしていくのが仕事だなと思ってます。1日1回ヨガをして呼吸をゆっくりにして、自分の心の状態であったり体の状態であったりをリフレッシュするっていうことですね。フィットネスでありスピリチュアリティであり、私はヨガによって自分とつながっています。サーフは面白いです。毎日違うコンディションだったり波だったりで難しい部分もたくさんあるんですけど、そんなサーフィンは僕にとって大切な、すごく大切なものの一つです。私にとってビーゴーイングとは、私をフルに表現させてくれるものです。まあ、今までいろんな人と出会い、そこで成長して、まあ、その分いろんな経験をしたということで、まあ、自分のバックボーンですね。